Yo, Silver Set, welcome back to some more Like a Dragon Ancient, of course, part 4. Tennen Rishin-ryu. Tennen Rishin. Fukumen no otoko e no yuitsu no tegakari o ii. Damn, it's dope if I have a different narrator every time. The Saijima. Niban tai taichi o Nagakura Shinpachi to no kekito no sue, Ryoma wa nyutai ni seikou suru. Soshite tsui ni sugata o arawasu.天然理心流を操る新選組の大幹部たち。事件の真相へ一歩近づいたかに見えた龍馬。そこへ現れた新選組副長土方歳三。見ない。この男が龍馬の人生を大きく動かす。新選組三番隊隊長斎藤をはじめ、龍馬のもう一つの人生が今始まる。行くで。Yeah, and I haven't already know. Hit the thumbs up and subscribe, man. Series is kind of falling off. Chapter 4 of the Drunk Struggle. It is a struggle on YouTube right now. But yeah, man, I'm enjoying the series. Oh, I'm enjoying it, man. I just can't wait to get more into the game. I don't know if Vincent's as big as the other series, because it's kind of a spinoff of its own thing, but I think I like it. I like the mechanics. I like the story so far since the Gumi Emergency Office meeting. All these familiar faces. Kuzi. Azua. Kusimitsu. Zao! Mabuchi. Shit, let me try to remember all the names. I remember all these names, man. I remember faces more than I remember names. And Mine. Morinaga, Kusimitsu, Aro, Awano, Hey, I can remember only, bro. After playing the whole series, man, I remember faces more than I remember names. Fukujo, Kyokujo.近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組も大使千人を抱える大組織。その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのはいささか問題ですな。伊藤。 Well, that's at least the easy name to remember. 幹部会を通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。コシミツ、A.K.A. 鈴木ミキサブロ。I'm getting these names right. どういう意味かな、鈴木君。Of course, it's Suzuki. I mean, that's the easy name. いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ。部下も己の命を張る気になるっちゅうもやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか。Conspirers. 私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんは
どうぞ心配なく。わかりました。ま、局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。伝えられるならの話ですがね。どういう意味ですか。ああ、いや、これはあくまで噂ですがね、実は局長はとっくに死んでるんじゃないかって、そんな話があるんですよ。根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう思います。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら入隊時に一度お会いしたっきりですからね。局長の不在をいいことに土方さんら元司令官の方々が新選組を私物化しようとしている。なんて実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやいや実にけしからんですな。そんな状況なわけです。よろしく頼みますよ、副長さん。Why do it? Why are you fixing the lips like that? いつまで小難しい話してんねん。 Golly man, clean your kimono. また遅刻か、掃除。お前らのつまらん話聞くくらいな。Like I よっぽどマシや。I love my personality still carries over, man. 新隊長様はまだ来てへんのかいな。近くとはけしからんぬ。もうすぐ来るはずだ。Ah, Ricky, man. You took it a spot too, just laying on it. I love how my personality still speaks through Okita. Yeah, he's on captain now. Captain Saito. Captain Ryoma.Not kidding, man. Y'all need to subscribe, man. Y'all need to hit that thumbs up. Series is falling off, and I still wanted to get pushed out. Let me know if y'all enjoying it still. You know, that thumbs up helps. And it's free. Free! 来たな。こちらへ。ああ。You're my spot. Mabuchi, I think that's what his name is. Morinaga. Oh, we know. My man, bro. Nagakura. Soji. Huh? Hey, hey. Yeah, blood all over my cushion. みんな、三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君。三番隊隊長の斉藤はじめです。以後、お見知りおきを。三番隊隊長だ？こいつ、昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そんな奴に隊長の座任せちまっていいんですかね。Honey, I knew you gonna open your big mouth. Nah. Saito は俺と掃除が立ち往って実力を認めた。それやったら不足なんか、谷。ずいぶん肩を持つじゃねえか、長倉さんよ。いくらもらったんだ、え？それとも女か？お前と一緒にすんなや、ゲスが。相変わらず堅物だね。俺たち今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもええわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんが、隊の訓練が控えとるんで。イダカルルーサイ、隊の訓練ね。ええ、
何笑うとんねん、佐之助。いやいや、さすが甲州流軍学を治めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。おらだ、淳之助。心も体も教育するんが、わしの信条や。なんなら踊りも味わってみるか。幹部会だぞ。だよ。余計な口を開くな。祈り？ I don't know how to say it. 祈り。佐野助。隊長のお前がそういう態度を取っているから、十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。新選組の小銃とが。斉藤君には明日から任務についてもらう。松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が。松原忠治。隊長になって日が浅い者同士、協力してやれ。失礼ながら副長、私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。Of course you do。 私がどれだけの苦労をしてこの座に着いたか。松原君、私はお願いしているのではない、命令しているのだ。はいはい。じゃあ俺が教えますよ。こう見えて教えるのうまいんですよ俺。いいでしょ土方さん。 Oh man, Toto, man, Zao, I didn't listen to this like a dragon in Toto in English, sir. 日和見だお前は。あ、ひどいな松原さん。助け舟出したのに。It does spit up too. どうです土方さん。いいだろう。では斉藤君の件は平助に任せる。了解です。じゃあ明日。それともう一件。先般隊脱走の罪で身柄を捕らえられていた総長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩大気に基づき切腹に処した。切腹。山並さん殺しちゃったんですか。どういうことすか副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。後ろ顔なのにどうして。俺らって佐之助さん司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか。うるせえ。俺は何年も前に一度近藤さんの手ほどきを受けてんだ。心は司令官よ。とにかく隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。山並はそれを承知した上で隊を離れた。だから殺したまでだ。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平間重介の粛清しかり、ハットに例外はない。裏切りは死。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊さらなる働きを期待する。以上だ。Who's the chief? I don't think we've seen the chief quite yet. A lot of that dialogue. That was a good meeting, right? Nagakura? It's more than that, Joshi. Kyokcho no Kondo ga inai no mo, it's more dori ka. Ah, Ito mo yu totta ga, Tokku ni shindorun ya naika nante uwasa ga tatsu no mo, ma muri na yu. So ka.斉藤さん。My boy, Toto! お前は東堂ですよ、東堂平助。トロ平助。仕事の説明は明日からじゃなかったのか。それとは別件でして。はい、これ。これは It's my fit! 新選組名物、浅黄色の羽織です。しかもこれは隊長のみが着用許された隊長格仕様です。明日からこれ
着てきてくださいね。隊長としてパリッとしてもらわないと。べえ。じゃ、お疲れ様でした。I already fuck with Toto. Watch it be him. I started to fuck with him too much now, man. Watch it be him. Alright, guys. I'm back. I actually was grinding a little bit off camera. But got my boy Ryoma got his own place. They got the farmhouse. And we got Haruka here. She's over here cooking. You can't see her. Got Haruka here. He's calling me. It's crazy, man. He's still playing a part. But it's Uncle Saito. Uncle Hajime. Nothing crazy. He's in debt, but we pretty much here on the farm. But we gotta go back to the whatchacallit. And I guess get dressed. And then we're back where he was. Little sidetrack story. Got my boy Ryoma a new sword. I'm kind of expanding his default sword a little bit. The Sakamoto name. Maido Okini. Ara, okaeri yasu. Damn, word spreads fast. 意外とお早いお帰りですな。ああ、今日は顔見せ程度だった。それにしても、ほんまに入隊してしまうなんてな。それも隊長やなんて。これで宿代は一安心だな。何言うてんの。I'm getting that captain's pay now. 給料前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやで。きっちりお代をいただくまでは油断できまへん。相変わらず金に細けえ女だ。それは？タイの羽織だ。明日から着ていく。ああ、アサギ色のあれやね。ほんなら。丈直しといてあげるさっかい貸して悪いな気にせんといてお代はちゃんといただきますさっかい Yeah, the words おりょうちゃんはーい何ですかおかみさんこの羽織はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげてお嬢ちゃん、いやどす。いやって、お嬢ちゃん。なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りって、はじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局、ただの人斬りや。お嬢。人斬りなんて。大嫌いや。ちょっと、お嬢ちゃん。They kill her father or something? あかんかったか。あいつ、どうかしたのか。あの子な、父親が幕府の役人に切られとるんよ。うん。そうなのか。親御さん、勤皇派の活動家やったらしくてな。それで。人斬りってものに敏感になってもうたみたいまして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな好きお嬢がお嬢かOf course that you are You're the man はあ、にっぷい男やねお嬢ちゃんも厄介なに惚れてもうたわあの子の様子見たら That wouldn't be far too far from the tree would kill you either. いや、俺にはそうは思えないが。Unusual. こりゃほんま難儀やな。さ、お嬢ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どす？そうは言っても、一体どこに？鴨川とかちゃう？一人になりたいときは静かに川でも眺めたくなるもんやろ鴨川かまあ行ってみるファインオリオそこの新選組の Damn, B He ran far I guess he didn't really tell his reasons why he was joining Maybe he's about to open up
Boryoma about to open up. Ah, I need that guy. He drops valuable loot. Whatever. I don't think I've seen her face. She's like a new face in this series. Am I tripping? Can somebody tell me if she's like the face we've seen before in the other game? She's not Yumi. Boryo. Not Haruka. We already seen Haruka. I don't. Not the girl from before. Okami kara kita. Hajime-san wa nande shinsen gumi ni haitta? Okane? Heraku naritai? Sore tomo hito o kiritai dake? I do what you can get out. Dore demo nai. Se yattara, nande? Ore ga shinsen gumi ni haitta no wa aru hito o sagasu tame nan da. Hito sagashi? Ore wa soitsu o dou shitemo mitsuke nakucha naru. それには新選組に入るしかなかった。はじめさんは、or you could just become an assassin and just kill indiscriminately。新選組に入って、大勢の罪もない人を斬るっていうの？確かに一番の目的は人探しだ。だが俺は三番隊の隊長というそれなりに影響力のある立場を任された。この立場なら新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない。少なくとも三番隊くらい。新選組が人を殺さないように。それでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないかな。でも私みたいな目に遭う人いるかもしれん。ああ、そうなるといいと思ってる。They having a moment here? さあ、もう見せる。おかみも心配してた。ありがとう。ああ、はい、マボリヨマ、bro. I like how he has a slightly different personality from Kiri, but it's not too different. I feel like they have kind of like the same morals, I would say. I don't know, the personality is still similar. And with that, I already told y'all before, I'm attempting to go no deaths this whole gameplay. No deaths. No more trolling. I'ma heal when I need to. No more deaths, at least. I ain't doing no touch, no whatever, blah, blah, blah. Like, no, I ain't doing none of that. But at least can try to go no deaths. With the tools I have. Oryo wa mou modotta ka? Eh, Hajime-san.意外と女の扱いがうまいんですな。ちょっと見直しました。I mean, just told the truth. 俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな。さあどうやろ。あ、そうや。はじめさんが出かけてる間にね、あんたに会いたいって人が来たんやったわ。俺に？どんなやつだ？どんなって言われても。ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐のでな、その人清水寺で待ってるって言うてはった。 And they're gonna be running all around the damn town. 土佐の accent.
竹地半平太を追ってたら意外な大物が釣れた。だてこれも運命ってやつか。おいおい、まさかこんなところで抜く気じゃねえだろうな。俺を呼び出したのはお前か。ああ、土佐浪人中岡慎太郎だ。はい、よろしくな、坂本龍馬さんよ。中岡。土佐の中岡慎太郎。そう、同郷のお仲間ってわけさ。竹地を追ってるってのはどういうことだ。誰とも知らない奴の呼び出しにのこのこ出てきたんだ。時間はあるんだろ。ちょっと長話に付き合ってもらうぜ。You know what I'm saying, man? It's a lot of dialogue. I can't do nothing about it if it just had a lot of dialogue and story. 何者だ。吉田東洋様の付き人だ。正しくは元だがな。東洋様には返しきれねえご恩がある。おやっさんの？おやっさんか。あの時もお前、東洋様をそう呼んでたな。あの時だと。東洋様が殺された時だよ。あの時俺もそこにいたんだ。あんたあの場にいたのか。物音に気づいて俺たちが駆けつけた時には東洋様はすでに切られていた。そしてあそこにいたのがお前と竹地半平太だ。何？あんたなぜ竹地がいたことまで知ってるんだ。役人が駆けつけた時あそこにはもう俺しかいなかったはずだ。言っただろう、俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが二人来ることは内密に聞かされていた。そうだったのか。うん。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。ま、俺のことはいいんだ。どっちにしろ東洋様がいねえのに城勤めしても意味がねえ。だが東洋様を殺したやつだけは許せねえ。お前のことだよ。You still think I killed him? Okay. 本人を目の前にしてあんたどうするつもりだ。ここで切るか。悪いな、今のは冗談だ。確かにあの事件、犯人はお前ということになっている。Yeah. But you know. どういうことだ。俺は真の犯人は別にいると睨んでるってことだ。ん？よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず、今日で名を隠して生きなきゃならねえ。そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。お前が何を得た。じゃああんたはあの事件の真犯人を誰だと思ってるんだ。竹地半平太だ。俺はそう見てる。何だと。竹地半平太、そして土佐勤王党の大躍進。藩の賛成だった東洋様が生きていれば竹地もここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。ましてや竹地は上司にまで昇格している。これ以上に得した奴が他にいるか。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。But why still though? それであんたは竹地を追ってたってわけか。ああ。で、奴を嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。なんだって。あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ。そいつがおやっさんを切るの。犯人はそいつだ。I mean, you can still hire him though. 実はな、
俺もあの事件の真相が知りたくて。True。その男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやらお前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。今度は俺が話を聞く番だな。俺の方も長話になるぜ。I don't know why it would be Takichi, but man, possible. But like, wouldn't they come together? Why would you even do that to your? なるほど。I gotta raise you too. だからあんたは新選組に入ったのか。覆面の男を追うために。ああ。そこまでヤバい橋を渡ってんだ。手応えはあったのか。山並圭介と長倉新八は覆面の男とは思えない。Okay. 新選組に入って掴めたのはせいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか。ああ、あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。Nice to be partnered with you again, Date-san. What are you, Ronin? あいつらは。やべえな。土佐勤王党だ。俺が竹地を嗅ぎ回ってたのを感づかれたか。中岡慎太郎やな。Oh.連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確かにな。金の塔の邪魔をする人間には消えてもらう。覚悟はできとるの。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもんとこんな場所で会うがかい。I mean, maybe. たく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな。全く関係がないわけじゃない。俺に切る。I don't know why you grasp that sword. You better grab that, grasp that. 二人まとめて八の巣にしちゃれ。I love how none of them even have swords. They just all got guns. Let's wipe them off the map quickly.You gotta be kidding me! Fuck you! I gotta... Are you not watching my back, bro? I gotta say, man, I'm about to get pissed. Get your ass off this platform! Step to our asses again. What are you thinking? Okay, this was a part of the demo. I just noticed that. Yeah!I swear if he killed me with a super armor having ass, I just got way more HP for this. Sit your ass down too! Die! Oh my, he has a pistol! I love how he just charges at him.I'm so tired of that dude. One shot is literally less than what I even get back. God, why you take the ass whooping? Huh? Mike! I'm invincible! Nope. Wah, wah, wah. Invincibility don't mean shit when you have super armor. Well, there go my first death. That's about to happen anyways.This is my checkpoint? Are you kidding me? I am so... How did I get hit by that? An upward slash and I sidestepped and I got hit by that. What is the hitbox? Are you kidding me, man? I'm tired of getting hit by dumb shit like that. It takes too much HP. Oh yeah, whatever, bro. Whatever, man. God, y'all look super long for having ass. Bitch, get off me.
you. Combo his ass! Why does everything take 20 years to recover from? I have attack speed boost and it still takes too long. Look at him shooting twice. Very strategic, brother. I'm not entertaining this shit, bro. I'm not entertaining this stupid ass shit no more. I'm over it. I'm gonna pull out my what's call it. That does way more damage to the armor. I bet Dante get his ass whooped. Oh, I didn't think it was gonna make him flinch because he had super arm like the whole time. I'm not getting there. Oh, wow, don't backstep. Yeah, thank you for that damage, I suppose. This shit is cheesy, bro. Hey, I gotta play like this. Oh shit, oh shit! I'm not getting near that shit. Come here. Sit your stupid... Down! Oh, cinematic that is. Fop, fop. Wow, a beat. Bush BBC. Oh, boo. Big bull crap. さすがに新選組の隊長になるだけあるな。大したわけだ。Oh my god. いや、あんたも案外やる。Everything is a threat of one-shotting with the most bullshit hitbox. これから俺も寺田屋に拠点を移す。お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。わかった。あんたはまだ竹地を追うのか。竹地。いや、竹地の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。ちょっと待て。竹地が土佐に帰っただと。知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだ。それはどういうことだ。まず大殿の山内陽道公、このお方は先の安政の大国で失脚して以来ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまではいいな。ああ。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得てつい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹地を土佐に呼び戻した。さあな。だが問題はそこだ。今の竹地半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。1年前陽道公が土佐にいれば金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり竹地や土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか。そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。竹地は新選組に潜入してるわけじゃねえんだ。お前さんよりよっぽど安全だよ今のところはな。ああ。Oh, watching us. About to say, ninja just peeking over. Oh, we're done. Well, how many times I died? 3 times? I mean, that was the only fight, and of course I died every damn time.
God, that's so stupid, bro. I'm just finna stock up, man. I ain't got nothing else to say. I'ma keep playing. I'm still enjoying it, but man, I hate this stupid ass difficulty, man. It's not even that it's difficult. It just makes no sense. Like, you're not trying to get hit, and shit that you think you should have dodged, you get hit by. It's like they hit you with the tip, the little tip of their blade. That's what pisses me off about this versus other Yakuza's and all that stuff. Because at least people was like, it's mostly people with fists, and even people do have weapons. I can usually dodge, have a decent window with this game. I don't know why. I feel like I don't have a window for that. Maybe it's just because the difficulty makes it where you don't have a big invincibility window when you're dodging, especially swords, man. No matter if I'm doing the smart thing of like, oh, let me roll. Oh, he still caught you. I'm like, I'm pretty sure I tied up. I guess I gotta do it too early or something like that. I guess it's a time difference, I guess. Cool, that was a quick chapter. A lot of these chapters still got a lot of information in them. You got to thumbs up button, subscribe, keeping up with the instant difficulty, man. Check out my membership, that notification bell as well, so you're notified every time I post a video. Stay psyched. I'm gonna keep continuing though. Stay psyched.